データのビジョンが、ま、公式戦で最後にいや、やめろ、つくのやめろ。いやらしい立場に。あーなーい。デコピンの容量。あー、俺協調性がない。ちょ、ほら。はい、俺、あ、むずい。しょうもねえ、マジで。しょうもねえ。よりによってブリーズかって。でもある意味ペーパーレックスの試合を最初に見るならブリーズが一番いいかもしれないですね。いやでもあのペーパーレックス直近でブリーズやってるまあそうですけど前から強かった時は楽しかったな。ペーパーレックスのブリーズがあの多分世界で最も構成が読めない今ダメなんだ。ああの英語がしてくれたらそれはそれで面白いドクソンもやばかった。今日はねどちらかというとこうまあ一つのこう展開しててもずっとあるったね。そうやったら普通にやってる人も慣れてると思うけどゼータディビジョンマジマジあの時の記憶が残ってる側からするとマジで使えるのすごいなって思う。ハーバー出ねえかな。期待ですし、レックスも痛恨とか。あ、でもブリーズだとちょっと微妙か。サイファーみたいな。サイファー。まあもしかしたらサイファー出そう。クリスマスプレゼントとんでもない構成をね。それをクリスマスプレゼントするっていうやつね。はい。でも遅い結構ハーバーは出てくるんじゃないかなみたいな。ウェポンマスターハーバーは一応プレイを確かにしてましたが、なんだやめろ、はい、まあ確かに今ハーバーを選出するとした場合のマップですね。ナイスロックスパーズ、まあ、元気だね。元気だよ。体力あるね。首痛いけどなんかそういうところが結構ですね。まあ、あとフラクチャーとかかな、うんうん。まあ、あとはゼータディビジョンですけど、ゼータディビジョンが、まあ、公式戦で最後にリリースしたつくのやめろ5月の22日結構疲れない愉快だな。確定がつくのが一番イラつか今はね、どうしてももう競技マップから外れるっていうラーズサイファーほぼほぼそしてデップジェット対してゼータディビジョンは中央プッシュおエルボーに行っていますが、そこにはハイタイムからフォルトライン、ね、ハーバー、ハーブ効いてる。ペーパーレックスで一気に B サイトを取得。なんだえ、すごいよ、バラビコとんでもないよ。エルボー詰めは押さえてるが正面はホーティングシュガーズル落としていて早い。何あのリコお互い1対1削り合っての裏早いですからね。うわ、うぜぇ。スポーンがデュエリスト組どこまで行くんだ。ただここまでいないとなった時サイクラーの2人がすげぇなぁ、ね、そこにはスパイカーがやってることやばい。決まらないかプラスポイントから11交換、ただフォーセイクのカバーもある。うーわラーズ中央からジンラーズジンが打ち上げるオーバーヒール。うーわ頭2発さすがレベル高い。1試合目のこのスピード感でいきなりこの内容かよ。ね、これ覚えたい、この BB のあのおしゃれな離婚もう覚えた。ここはまたしても右側これ跳ねてパイプに刺さるんでしょ、これ。そうか、結構見せてましたね。ブラインドサイドからあえてオープンしておしゃれおしゃれおしゃれ、これすごいですね。シャワーリコンつーか、あんなところにパイプあったんだって俺思ったけどあれ俺のよく引っかかるやつか、あれに皆さん、次して方向をあれ、裏も、柱の裏も壁の裏もどっちも映るんだ。あのリコン右の壁エントリーする側から高さがあるからね。そうそうあー、全部映るんだ。ほぼ全部映るでも西原は映んない。エルボーを押えていきました。西原メメンのオーブ回収から展開しているのは裏取りの点頭が見えた。エッドショット。すえ。ねエルボーがね。こういうところの会場のペットボトルにストローさせてくれて。動きに対して。飲みやすいからさ。どこが斎藤を攻めるんだよな。関さん大体5分ぐらいで飲むし。むしろ勝負を仕掛けに行きましたからね。関に対してはアビリティなしのドライでの勝負ができるという意味ではペーパーレックスの判断はすごくいいんじゃないかなと思いましたね。さらにはディメンショナルドリフトまで先ほどのラウンド切っていきましたペーパーレックス。なんすか唇ツヤツヤなの受けるな。ローリングサンダーが上がるダバイ。テッカテカやね顔が全部。対してニューラルセット。そして一郎さんローリングサンダーとレコニングも上がっています。MF 2 MF。ちょっと。そうギアさんロールやってましたね。エコラウンドですからむしろ使ってくれればな。いや俺も仕入れるほどマジでうまくない。次のバイラウンドがこうやってこのラウンドやりましょう。マジで難しいです。何のキャラ使った。そして B 側何だっけな。B 側に注目です。すごい高い位置からカツつきそうなそのジェットみたいなね。
キャラがいるって言われて2キャラぐらい変わったけど、うもう漫画なのかな。おおおいおいおい、斉藤君を完璧に押さえている。ただそこに襲いかけるレコリング、ニューラルセットが効いているんで、ここは足側ゼロ、マーシャルで抜き押さえる。これ強っ。なぜならボーリングタウンダウンちゃうんだ。よく押し側ゼロ。わー、おーマジかよ、すごっ。今の通るんだ。まあ、ちょっと久しぶりで思い出しましたね。これがランドですね。あの一応できはしますから、ブリシーとかでね。マジで俺じゃねえか。やーば。何があったの。やばいやばいやばい。え、やばい今の。わお。待って今の使い方やばくね。何今の。うますぎでしょ。やばいやばい、ちょっとやばいやばい、チャンスありますね。弁解法制くん、やばい、マジで見えてる、バグってる。シガーゼロ行こうから見えない。オーバーブイワン、これハーフいってるんで、うやばいやすげえ、マジふだんここで練習してる。えスクリューとかここでやってる。うめえ、ホッケー払ってた。非常に強いプレーゲーミングハウス横浜アリーナ。えショックダーツで1特定してた、ね、すげえ。ここは B 側でのディエリスト2名、特にジン・ホウセイ君の強い当たりというのを目の当たりにしました。エコラウンドですが、テン、そしてデップ、バラのナイフのあのちっちゃいやつ、色を狙っていきますか。右栗ね、うんうん、詰まってしまったか。メタル4、ラズがついてきているかというか後ろの確認。面白い攻めを見せてきますね。そして足元はスタッフが通り抜けます。すごい傘。それやるのいつもスパイヤーでしょ。何か面がかりやると思わなかった。でもギアさんだったら多分振り切ってたよ。ホウセイ君の勝負でやっぱ全員の目線が一瞬ホウセイ君側に行ってしまったので、すぐさま後ろからドアを開けて挟んでくるというところの対応が一歩遅れてしまいましたね。いい音しそうだもん。痛くねえよ。こんなこういう細かい連携っていうところが結構振り方もみんな痛くねえよ。5人がなんだろフリースタイルデータが取るたびにやっていい。合わせられるいいよな、お前のチームだし。取るたびに取るたびにやろうぜ。最後のキルでした。データチャレンジ。さあここはブキサガールラウンドですが、取られるたびにじゃないの。いや取るたびにだ。取るたびに。うれ喜びの方だ。喜びの方で。フラってくるときも同じことやって。一キル取るたびに。やめろやめろ。クリアリングしている。A メイン押さえている。お？さらにはデッパ。弱体化が入って、こういう動きうまいですね。おお、やらしい。ワンバイワン。ただスネークバイト使い切っちゃったんで、隠れ解除。うまっ。シュガーゼロ。いやらしい立ち回り。あーなーい。参考になるプレーですね、本当に。バカすかなくてだけど。興奮しちゃった。プレーがうますぎてね。でも今やらしかった人もすごかった。取っておきたいと思う。なんかみんなあれやるよな。あの会場音聞く前にそろそろ触りたくなってるやろうぐらいのタイミングでリピークするやつ。そうそうそう。マーシャルにブルドックにという購入だったので、ただディメンショナルドリフトが上がっているので、これを起点に組み立てていくでしょうか。入れさせて早めに当たり返すみたいな、ちょっとカウンターの形がいい気がしますが、今のところその A セットを止める術がちょっと難しいかなって感じなんですよね。あの厄介なのがやっぱりこう攻め側のレイナーで、はい、そのリーアでこうかなりこう壊されなければ大丈夫だし、まあ、あのリーアが展開されている間は結構強気に勝負できるしっていう状況じゃないですか、はい、で斜めにカーテンで切り、トキシクスクリーンで切りつつリーアを上に投げて、そして斎藤裏には、ある程度近づいた段階で離婚を入れながら、まあ、裏に二刀流のミスなかった、まあ、ショットやドローンでっていうところの流れが一貫してあるので、その斎藤の真後ろに守れない状態なんですよね。二刀流あったよな、そういえば、うん、
二刀流あったよな。入れさせた段階で例えばディメンション、ああ何ナイフで、ナイフあるある、ボールドラインからのカウンター、誰も使ってない。一つあるかなと思うんですけど、その連携をするためには後ろから、ね、車線を通す。二つあるよ。二種類。おそらく三種類ある。裏を取っている。どうだ。天体陣は進化を誓った。セーブが来た。レイナー怖いな。緊張感走るよね。はい。足は強い。ツーオンとかで相手レイナーとマジで緊張感走る。陣は前に進んでいく。会もう足元で解除しないのバレてますね。クローが音を聞いている。階段上、頭は見えた。いやらしい。いやーうわっ、強い強い。出た。マッチ1はデータディビジョンの勝利となりました。ゆきしろさん、改めていかがでした。マジでツーオン、そうですね、1試合からこれがよ、かなり目立った試合になりましたね。ペーパーレッツの初動のこう面白いこうリコンボルトであったり、アビリティのプレーというのも見応えがありましたし、もうパーカー普通にいいわ。うん、もう色落ち、色落ち最初グレー手渡されたけど、さすがに色同じでフェアルックはちょっとなと思って。やだよな、キモいよね。キモい、やめください。すいません、黒お願いします。これゲーム系の服しか着んな。やったぜ、グレーもらえたぜ。それそのおかげでこれ普段着にしちゃうわ。あー、まあ使えるんだったらボロボロになっちゃうから、しょもうしゃなくない。まだ首痛いの、どうしたの。あんね、なんかやったっけ俺、なんかやった。いや、やってないやってない、多分寝起きからずっと。本当に寝違えた。さすがに俺は首は攻撃してないよ。いやもうでも月の応酬で、疲れた時にあってなってしょ。ギア棒硬かった、それくらい。いやもうマジギア棒クソガチ。ギア棒でっけえ、でっけえもん。デコピンの容量。結構いけ、すごい。やばいっすよ、インターバル20分も与えたらこんななるっすよ。いいんすかこんなんで。怖いこれ。俺そんな、そもそもそんな怖い怖い怖い、そんな俺曲がる、ここえフェイス、いや多分元が柔らかいんだこれ。ギャンブルじゃないの。いい。怖えこれ、痛くないけどめっちゃ怖え。輪ゴム向けられてる感。怖え。うわ。全然痛くないけどめっちゃ怖えこれ。目開けれ。これ目開けっぱできない絶対。ああああ俺。痛い。しかも結構痛いし。いや俺の硬いかもしれない。怖いぞこれ。いいか。ダブルで。うわあ！うわあ！こっちもだ。怖え。怖え。痛くないけどマジで怖え。向けられた時のなんだっけなこれ。デコピン恐怖症っていうあるんだよ。ああ怖いわな。本当の正式名称が目開けれないこの現象。デコピン恐怖症っていうの。そう、デコピン恐怖症。みんなデコピン恐怖症なんじゃない。そしたら自分でやっちゃうとあれじゃない。自分でやるとね、その怖くなるよ。いつのタイミング来るか分かんないからでしょ。そう、怖っ。これマジ怖いねな。怖い怖いこれ。何か何か目開けるね。インターバルで、マイインターバルでいろんな遊び方を模索していく。なるほどね。そのうちこれでピラミッド作れるんじゃない。お前それ先に出しちゃったら。しかもちょうどさっき折り曲げてたからちょっとしなってんだよな。ソーセージみたいになってる。これダメだ。ほらうまい。強っ。人と、ああこっちが下か。人と人とが支え合うなんたらって言うけど、あらああ支えれないかお前は。協調性がない。ちょほら。ざけんなよ。無理だこれ。これやな、小銭立てるやつめっちゃやってたわ俺。これあ、むずい。しょうもねえマジで。
しょうもないよ。しょうもないな、ほんとに。ドガン、あーいい、苦労したんだぞ。横浜アリーナ唐揚げ食べたい。横浜アリーナ焼きそば食いたい。あるの？あるの？焼きそばありましたね、なんか食べたい。食べるの？いやでも焼きそば1000円ぐらいした。なんかもうね、カップにモリモリに詰まってるか。横浜アリーナからね。食べるの？でも俺今そんな腹減ってねえな。唐揚げぐらいかな。戻したら負けな。これいい、これいいスポーツ。これ順番。そ、左から順に行こう。順番？順番に行こう。え？ふい。ふい。順番な。うい。ふい。あ、違う、でこれどうなんだ、判定的に。やばい、自分のこの、このエリア、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 オーケー、エリア、やべ、 BO1 ね。おわ、もう変化球。触ったら自分のになる。分かった、俺変化球かけるわ。命かける。変化球かける。丸めんのやめろ。これサーブ、サーブするわ、サーブ。これ強い。これ強い、見つけた。スマッシュ。これテクノロジー、テクノロジー見つけた。これいけんじゃないもん。ちょ、もう一回やらせて。それはよしよし。だが何これ、意味わかんない。何これ、アメダメよ、最近喉がね。横浜、横浜アリーナ、違う、横浜アリーナじゃない、ライアット、ライアット、ライアット唐揚げ。そう、それをちょっと探しに行こうかなって。おお、なんか更新が上げてた気すんだよな。え、何を？その飯シリーズ。あ、ほんとに飯一覧みたいな。え、買いに行っていいの？いや、無理でしょ。まあ、だいぶ無理やろうね。マジですか？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 マジですかとか言ってさ。いやいやいや、なんか、いや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 、食いてぇな、マジっすか。いや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 、俺食いてぇなしか言ってない。話広げたらそっちよ。そうかな。焼きそばあるらしいよ。調べよう。話広げたらそっちだ。俺じゃないよな。確かにそうかも。拾わなくていいってゴミ箱に捨てたんだから。重てえこれ、このゴミ箱。なんだお前拾ったんだよ、ゴミ箱に捨ててんだよ俺は。おっ、お前ちょ、お前ガキだな。お前ガキだな、お前ゴミ箱に捨ててんの。あ、捨ててんのね。そう。Thank you.